ナンバーアンダーラインアイの最新アルバム「ノー・オー・リング」がチャート1位多様なジャンルと感動的なメロディーの魅力を徹底解説音楽の世界は常に変動し続け新しい才能と想像力があふれていますその中で No. アンダーラインアイというアーティストが最新のアルバム「ノー・オー・リング」でダウンロードアルバムチャートの1位を獲得したことは その音楽シーンにおいて非常に注目すべき出来事です。このアルバムは多様なジャンルの楽曲を収録しており、リスナーに新たな音楽体験を提供しています。彼らの音楽はただのメロディやリズムにとどまらず、感情や物語を織り交ぜた豊かな作品となっています。ナンバーアンダーラインアイの成功の背後には彼らの独自の音楽スタイルと革新的なアプローチがあります。例えば、 アルバム No O Ring には、クラシック、ジャズ、ロック、エレクトロニカなど、多岐にわたる音楽ジャンルが見事に融合されています。この多様性は、彼らが単に一つのジャンルにとらわれず、常に新しいサウンドと表現を追求していることを示しています。また、彼らの楽曲はリスナーの心に直接響くように設計されており、感動的なメロディーや深い歌詞が特徴です。 リスナーからの反応も非常に好意的で SNS 上では No.O.Ring がリリースされた直後から祝福のメッセージが溢れています多くのファンがこのアルバムを絶賛しその中には多様なジャンルの楽曲が楽しめる感動的なメロディーに心が動かされたなどの声が寄せられていますこれらの反応は No.U.L.I. がリスナーにとってどれだけ重要な存在であるかを物語っていますさらに ナンバーアンダーライン・アイの音楽は単なるエンターテインメントを超え社会的なメッセージや個人的な経験を反映しています彼らの歌詞には現代社会の問題や個々の内面の葛藤が描かれており多くのリスナーが共感を寄せています例えばアルバムの中のある楽曲では社会的な不平等や環境問題に対するメッセージが込められておりリスナーに深い考えを促します このような社会的意識の高いアプローチは彼らの音楽を一層魅力的なものにしています n ンバーアン Underline の成功はまた音楽業界全体にも大きな影響を与えています彼らの革新的な音楽スタイルは多くの若いアーティストにとってのインスピレーションとなり新しい世代の音楽クリエイターたちが彼らの影響を受けて新しい作品を生み出していますまた 音楽プロデューサーやレコードレーベルもナンンバーアンダーアダラインアイの成功を参考にしより多様性に富んだアーティストや楽曲を積極的に取り上げるようになっていますナンンバーアンダーアダラインアイのアルバムノーオーリングの成功は単なる音楽チャートの1位獲得という枠を超えて多くの人々に影響を与え音楽の可能性を広げています彼らの音楽はリスナーに新たな視点や感動を提供し続け 音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます。このようにして、n o ー,ア,ンダーラインアイは現代の音楽界において欠かせない存在となっているのです。そして、私たちはこの成功の背景にある努力や想像力に目を向けるべきです。No.1 ア,アイのメンバーは、日々の練習や新しい楽曲の制作に全力を注いでおり、その結果がこのアルバムに結実しています。彼らの情熱と献身は、 音楽の質を高めるだけでなく、リスナーに感動とインスピレーションを与える原動力となっています。n o ーアンダーラインアイの未来は非常に明るく、多くのファンが彼らの次の作品を楽しみにしています。彼らの音楽が今後どのように進化し、どのような新しいサウンドを生み出すのか、非常に興味深いです。彼らの成功は、音楽の力とその無限の可能性を再認識させてくれます。 そして私たちもまた自分自身の可能性を追求し新しい挑戦に向かって進む勇気を得ることができますこのように No.1 の音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず私たちに深い影響を与える存在となっています彼らの音楽を通じて私たちは新しい視点や感動を得ることができその結果としてより豊かな人生を送ることができるのです 彼らの成功を祝福し、今後のさらなる飛躍を期待しましょう。ナンバーアンダーラインアイのこれまでの歩みを振り返ると、彼らの成功の背後には多くの挑戦と努力があったことがわかります。彼らは音楽業界における既存の枠組みや期待にとらわれず、自分たちの独自のスタイルを追求してきました。この姿勢が、彼らを他のアーティストとは一線を画す存在にしています。 彼らの音楽制作プロセスも非常に興味深いです。ナンバー・アンダーライン・ア i のメンバーは、各自の異なる音楽的背景と影響を持ち寄り、それを一つの作品に融合させることに非常に長けています。このコラボレーションのプロセスは、時には衝突や意見の相違を生むこともありますが、それが逆に彼らの音楽をより豊かで多層的なものにしています。例えば、ノーオーリングの制作中には、 各メンバーがそれぞれの得意とするジャンルやスタイルを持ち寄り何度も議論と試行錯誤を繰り返しましたその結果生まれた楽曲はどれもユニークでありながらアルバム全体としての一貫性を保っています彼らのライブパフォーマンスもまた非常に評価が高いです n、no. ンバーアン Underline I はただ音楽を演奏するだけでなく視覚的な演出やパフォーマンスにもこだわり 観客に対しててつの物語をを伝えるようなステージを作り上げています観客はその場でしか体験できない特別な瞬間を共有し深い感動を味わうことができます彼らのライブは音楽だけでなくその場の雰囲気や感情をも楽しむことができるまさに総合的なエンターテインメントとなっていますまた No.Underline I の楽曲には リスナーが自分自身の経験や感情を重ね合わせることができるような普遍的なテーマが多く含まれています例えば愛喪失希望葛藤といったテーマは誰もが一度は経験するものでありそのため彼らの音楽は多くの人々にとって共感を呼ぶものとなっています彼らの歌詞はしばしば私的でありながら具体的な情景や感情を描写する力があり リスナーは自分自身の物語を見つけることができるのです。今後のナンバーアンダーラインアイの展望としては、さらなる国際的な活動が期待されています。彼らの音楽はすでに多くの国で人気を博しており、国際ツアーやコラボレーションを通じて、さらに多くのリスナーにその魅力を伝えることができるでしょう。特に、異なる文化や言語を持つアーティストとのコラボレーションは、 新たな音楽の可能性を広げより多くの人々に感動を与えることができるでしょうナンバーアンダーラインアイの成功の鍵は彼らの絶え間ない創造性と情熱にあります彼らは常に新しいアイデアを探求し音楽を通じて自分たちの思いやメッセージを伝えようとしています彼らの姿勢は音楽業界だけでなく他の分野においても多くの人々にとってのインスピレーションとなっています 彼らの音楽を聴くことで私たちは新たな視点や考え方を得ることができそれが私たちの日常生活においても役立つのです n ンバーアン Underline の物語は音楽の力とその無限の可能性を示す一つの証拠です彼らの音楽はリスナーに新たな感動やインスピレーションを与え続け音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます彼らの未来にはまだ多くの可能性が広がっており 私たちはその旅を共に見守り、応援し続けることができるのです。このように、ナンバー・アンダーライン・アイの成功は、単なる音楽の枠を超えたものであり、多くの人々にとっての希望やインスピレーションとなっています。彼らの音楽を通じて、私たちは自分自身の可能性を信じ、新しい挑戦に向かって進む勇気を得ることができます。彼らの物語は、私たちにとっての励ましとなり、 その成功は私たち全員にとっての誇りとなるでしょう。では、あなたにとってのナンバーアンダーラインアイの音楽はどのような意味を持つのでしょうか。彼らの楽曲を聴くことで、どのような感情や思いが呼び起こされるのでしょうか。彼らの音楽があなたの日常生活や人生にどのような影響を与えているのか、ぜひ考えてみてください。そして、彼らの次なる作品を楽しみにしながら、 あなた自身の物語を紡いでいくことができるよう、音楽の力を信じ続けてください。